西ラノシアの南北防波壁の先、あの辺りは以前ハーフストーンと呼ばれ、小さな入植地が存在していた。国家団が設立される数年前、万神リヴァイアさんが召喚されたことがあった。その時は海遊旅団が討伐に成功したのだ。霊災直後に再召喚された際には、万神の放った大海嘯の影響でその入植地は全滅、土は剥ぎ取られ、岩だらけの不毛の土地と化した。それが今のサプサ産卵地と呼ばれている場所。そうだ、サハギン族は地形を作り変え、大規模な産卵地を作ろうとしている。流入していたクリスタル、テンパードの数から見る、今回召喚された万神リヴァイアさんは先のものとは比較にならないくらい強力だ。本格的に力をつけた奴が大海嘯を使えば、ハーフストーンのような一地方だけではなく、リムサロミンサ全体が海に沈められかねない。何としても万神リヴァイアさんを討伐しなくてはならない。しかしメルイブ提督、どう対処します？海はリヴァイアさんの独壇場だ。第三艦隊の船だって近づく前に沈められたというではないですか。加えて砲撃も着弾前に撃ち落とされ、効果がないとの報告も受けている。何か打つ手はないのか。唯一の討伐事例では入江におびき寄せて戦ったというわ。となると元海遊旅団の人たちに話を聞いても有益な情報は得られないでしょうね。提督、行ってみろ、エインザル大公将。帰還した生存艦からの報告によれば、万神リヴァイアさんからの攻撃は水神の名のごとく大波、つまり水を操ったものだといいます。ならばその莫大な水属性の力を他の属性に変換して衝撃を和らげればいい。変属性クリスタルを用いた属性変換機構、魔法障壁発動機を船に乗せて身を守るってわけですな。あなたが万神ガルーダの暴風の壁を突破した時と同じ手法を取るというわけね。アルフィノからの報告書には目を通したわ。まあ古い知人の風来坊な破術師からの入れ知恵だがな。なるほど、確かに同じ機構を作るのであればシドでなくてもナルディコ&ビメリー社で作ることができるだろう。ただしあくまで対防御の策であった万神ガルーダの時とは状況が異なる。今回は対攻撃なのだ。万神が大型船を沈めるために繰り出す大波、それを変換しきるために必要な変属性クリスタルの量となると想像を絶するな。それだけ莫大な量のクリスタルを積んでまともに航行可能な大型船など国家団にもないぞ。かつてリムサロミンサで勢力を誇った海賊の切りひげは、奪った大量の財宝を運ぶために2隻の配線をつなぎ合わせた双胴船を作ったといいます。残った軍艦をつないで双胴船を再現、大型の属性変換機構を積載すれば、あるいは切りひげがそんなことを。さすがに詳しいな、エインザル大公将。
ともかく戦艦で急増の総動線を牽引、目標の目前で切り離し、万神リヴァイアさんにぶつける。奴に取り付くことさえできれば勝機はあるはずです。無論発案者であるからには危険な牽引戦の指揮は自分が取らせてもらいますよ。お前たち、そうだな、その作戦しかあるまい。レイナーか、私だ。モラビーワに残った軍艦をかき集めろ。そうだ、生きている艦を優先して回す。修理は後に回して構わん。エインザル・スラフィルシン対抗将、本作戦の指揮をお前に任せる。地球総動線の製造にかかれ。はっ。リムサロミンサの未来は気候にかかっている。頼んだぞ、光の戦士よ。